皆さんこんにちは、中村芝翫でございます。さて、6月の歌舞伎座の公演は、私は第1部におきまして、ごひいき勧進帳の弁慶を務めさせていただいております。もちろん皆様よくご存知の歌舞伎18番の勧進帳はもう歌舞伎を代表する名作でございますけど、このごひいき勧進帳は少し砕けたコミカルな大変に面白い作品でございます。お子様に見ていただけたら僕は嬉しいなと思っております。というのは、私も子どもの時分にこのごひいき勧進帳の弁慶、尾上松緑の様がお務めになったのは私子ども時分に拝見しまして、まるでスーパーマンのような、今でいう戦隊もののヒーローのように思いました。そういった意味でまた歌舞伎18番の勧進帳とは一味違ったごひいき勧進帳、ぜひともご覧いただくようよろしくお願いします。6月は28日まで、公演をしております。この1部はもちろん、2部の桜姫、そして、3部の京人形日蓮と3部揃ってどの興行を見ても面白ございます。ぜひ、東京歌舞伎座に足をお運びください。よろしくお願いいたします。